箱庭を作り始めて約20年ぐらい、40歳を過ぎた頃から、まあ、昔、はい、あの私が小さい頃に近くの病院があったんですけども、はい、そこの受付にやっぱり こんなようなのが置いてあって、はい、四季折々四季が変わるとその箱庭も変わって、その小さなこの空間にいろんなものがぐっと詰まってる、そういう世界観がずっと憧れてましてね、昔の記憶をたどってちょっと作ってみたいななんて思い出して。